アトレバテス族の王、ティンコマルスのスタテルティンコマルスは、ローマによるブリテン侵略以前にブリテン島中南部に居住していたベルガエ族の一部族、アトレバテス族の王。この名は、当初、ケルト及び大陸のケルトで典型的な二要素からなる複合名であり、ティンコは、おそらく魚の一種を、マロは大きなを意味する。1996年、 新たに発見された貨幣によって彼の名の全貌が判明したが、これ以前は貨幣に刻まれた短縮名やアウグストゥスの真君、アウグストゥスの業績力の損傷した記述といった部分的な情報からティンコミウスと復元されていた。彼はコンミウスの息子であり、およそ紀元前25から20年前に父親の地位を引き継いだ。 コンミウスの晩年には、不死は共同統治を行っていた可能性があると、貨幣の分布から考えられている。ティンコマルスの統治についてはそのほとんどが明らかになっていないが、古戦学的証拠から父、コンミウスより、ティンコマルスがローマ帝国に対して有効的であったことが推測される。ティンコマルスが発行した貨幣は、父のものに比べ、ローマの様式とのより強い類似性があり、 質も高い。したがって、ローマから型抜き職人を雇ったことが強く想定される。GC ブーンの提案によれば、こうした技術革新は貨幣中造に限らず、ローマ帝国から幅広く技術供与が行われてきたことを示す。ティンコマルスの後継者たちは、レックスという語を自らの貨幣に印字している。これは、ティンコマルスが、 ローマ帝国の属国の地位の獲得に着手していたことを示す。ジョン・クレートンはティンコマルスの貨幣に刻まれた像から彼はアウグストゥスの知性の初期にローマ帝国で人質として養育された可能性があると論じた。クレートンはティンコマルスの貨幣とローマ帝国の人質であったことで知られるヌミディアの湯葉二世のそれを比較しヌミディアで発見された貨幣に刻まれている名は ティンコマルスの弟であるエリカであるかもしれないと同定した。カレーはアトレバトゥムにローマからもたらされる陶器などの輸入品は紀元前16年までには相当の量に及んでいたようだ。おそらくティンコマルスはアウグストゥスとの間に貿易及び外交上の関係を確立したのであろう。紀元8年前後、理由は明らかではないがティンコマルスは進化に追放された。 ローマへ難民として避難した。彼は復権を請願したが、アウグストゥスはティンコマルスを復位させることよりもその兄弟である三奪者エッピルスを王として承認することを選んだ。アウグストゥスは同盟相手のティンコマルスが追放されたことをブリテンへの侵略の口実として利用する計画があったのかもしれない。しかし、おそらくは他の外交政策上の問題がより喫緊であったため、 この行動は延期せざるを得なかった。ありがとうございます。